よーい、スタート。ガーッ。48歳、楽しい。楽しいな。川口プロデュースの川口です。リビロです。アグです。はい、ということで、はい、今日はですね、何ですか何ですか、ガッポイしに行きました。ガッポイしに来た。もう、あの、呼んじゃいましょう。どうしよう。うちながらやらないでね。早速、はい、でも今日はコラボ動画ということでね、はい、やっていきますけど、まあ、あの、動画見てて、なんだこのガッポイは。ガッポイ何してんじゃねえか。怒り浸透ですよね。でもね、それに何にも分からずに連れてこられた。あ、ガッポイ知らないですか。ガッポイ知らないです。知らないちょっと説明をしていただきたいんですけど、初ガッポイですか。初ガッポイ、はい、じゃあガッポイのスペシャリストたちが今日来てくれてるみたいな。あ、憧れの。じゃあ早速登場してもらいましょう、はい、どうぞ。ワンチームワンチームじゃあすいません、どうぞよろしくお願いします。お願いします。すいません、よろしくお願いします。エスパルス大好きです。大好きです。本読んでます。ありがとうございます。すいません。うちのアベベがチームゴシュさんに所属されてて、はいはい、で、まあ、うちにも出ていただいてるんですけど、まあ、そのアベベが一緒にやってたそのガンボイっていうね、競技を僕が見てクソ面白そうで、ね、今回あの川口プロデュースの方で、はい、あのまだガッポイのルールがね、あ、そんなに分かってないちょっと待ってください。分かってないのに喧嘩を売ってこられてるってことなんであのガッポイはって言われたってこと。なんだろ、ガッポイは知らない。初めて知らないのにね、喧嘩を売ってきてる。一番アスリートっぽいです。一番動けそう。一番強そうです。そのちょっとガッポイのルールをちょっと説明していただけると、はいはい、ガッポイというのはですね、はいはい、5メートル5メートルの正方形の中で2対2になって戦う競技なんですけど、はい、球を使わない球技なんですよ、はい、まあ、球使うんですけど、はい、あのですね、はい、2対2に分かれて相手の背後からこうですね、はい、手を出しまして、はい、まあ球あるじゃないですか。これをですねガッポイするわけです。なるほど。こうするとこっちの球なんです、ね、これで1ポイント、はい、そしてこのポイント数を競うというそういうゲームになってます、はいはい、まあ、なんか公式では5分らしいんですけど、まあ、今回は3分。ちょっと難しい。ちょっと結構エグゲームので相当エグいので、ね、まあ、今回3分なんですけど、すごいちょっと気になるけど、はいはい、公式ではっていう公式があるんです。実はあれは公式があるんですよね。結構長い歴史がございまして、はい、あ、じゃあ競技として成立してる。成立してるんですよ。で、ガッポイを作った人からも、そうね、ツイッターでね、ガッポイやってくれてありがとうみたいなコメントをいただいたりとか、結構長い公式。公式日本代表を日本代表をちょっとね、まあ基本的にはそういうルールなんですけど、はい、ペナルティーありまして、はい、枠の中から出ちゃったりすると、はい、うつ伏せの状態になります、はいはい、枠の中から出ちゃうとうつ伏せの状態が、こっちが出てしまう、出た側はうつ伏せからだね。でこの状態からまた審判に、はい、合図を出してもらって、はい、そこからこう体勢を立て直す、こういうルールになってます。なるほどなるほど。イエローカード2枚でレッドカード1枚分なんですけど、はい、はい、レッドカードもらえますとペナルティーガッポイといって、はい、もらった側がまっすぐだ、はい、でですね、相手チームが一人が前からこの股をですね、はい、ガッと頑張って大チャンスで、もう一人が後ろから、そっからスタート、こっからの状態です。で、こっからその人はもうすごいガッとこらえて、このこれを5秒、うん、5秒あるんで、5秒経ったらこれを経過して他はもう一人も参加して、っていう、我々ほぼこれしかポイント取れなかった今のところ反則待ち。で、コインにずっと座り続けたりとか守る、なるほどね、守るために守るために入らないから守ったりするとイエローカードになる。まあまあまあ、そんな感じの、はい、ざっくりとしたルールですが、はい、そんな感じになっております、はい、以上
ありがとうございました。大丈夫ですか。でもシンプルですよね。そうそうそう、そんなに本当に難しくなくて、はい、誰でもできそうな。そうそう、はい、でもあれですね、大事なルールとして紳士のスポーツなんで、そうやっぱ怪我させるぐらいの勢いでやったりとか、うん、そういうのはやっぱり、はい、それはちょっと気をつけて、ね、握り続けたりとか、そう、それもダメ。そういうのはちょっと良くないので、怪我しないようにちゃんとこう加減を持ちつつ、はい、掴むっていう、これ一番大事な正義、はい、紳士のスポーツ、紳士の、じゃあ早速、はい、やっていきましょうか、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全力でこの範囲内で鬼ごっこしてるみたいな。そうそういうことだね。大丈夫かな。あ、リブタン結構柔らかい。リブタン柔らかい。カゴさんはめっちゃ硬い。俺足開いたら体が後ろにいっちゃう。もうテディベアじゃん。テディベア。とりあえず帰った。ベストセラー作家のヒントもらいます。その方がちょっと面白そうだな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紳士のスポーツ、さあ、よっしゃ。ではアルスパデュースバーサスチームゴッシュ、よし、はい、半分、1本勝負、よーい、こえスタート。さあ、バッチリになって、ちょっとこれ説明して、丁寧に説明していただいて。そうですね、じゃあペナルティ、今僕が陣地から出たので、ペナルティということで、はい、イエローカード1枚ということで、うつ伏せの状態から、また仕切り直させていただきます。はい、で僕らは後ろ、そうですね、後ろに、後ろにいるのに、はい、はい、いきます。よーい、スタート。中高ガンプじゃん。ガンっぽい。めちゃくちゃ。違うっぽいです。いきます。よーい、スタート。喋る余裕。殴られる。やばい。やばい。今のは。それは危険。それでは今のは。後ろからじゃないとダメ。後ろからじゃないとダメ。次が赤だ。次は赤です。こういう時間ちょっと大事に使っていかないとあれですよ。いきますよ。よーい、スタート。マジで足をしっかりと閉じていただいて、いやー、これ一緒にやりますか。ありがとうございます。よろしくお願いします。
踏ん張れば大丈夫ですよね。踏ん張れば5秒ですね。5秒です。パワーでもいいですからね。よーいスタート。なんで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 いやーいいやつ筋トレの成果だ。筋トレの成果今でも何も入んなかったわけで何も入んなかったわけで今でも勝て今じゃあと1分7秒です1分7秒まだそんなこれ体力奪われるこの間の相当エグい。ちなみに今そうですね、あのルールを説明し忘れてましたが、これ5秒経ったらそのまま入っていただいて、そのまま継続していただいて大丈夫です。あ、ちょっと、はい、今が、要はこの状態から5秒が経ったら、ここからもうスタートしていってスタートしちゃって大丈夫です。はい、じゃあ1分であと1分7秒です。あと1分7秒、はい、よい、スタート。本当に痛い。チャンスか。あー、危ない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 。俺ギリギリやらないチームにイエローが、ボスチームにイエロー、ちょっと審判審判頑張っ審判今ベッドラスラーセットの金玉握りましたよ。ガンボンやられたんですけど、ちょっとね、早かったんですよね。先に出ちゃったからね。ダッチルさん、イエロー審判、こういうのが救われた。イエローイエローで、お、いい眺めいい眺めだ。残り30秒弱。よーい、スタート。あぶねえ、危ねえ。怖い怖い。10秒です。やばいやばい、いけいけ、やばい、やばい。10ポイント、10秒10ポイントです。ゆめさんがっぽい。綺麗に入った。まだ残ってるぜ、この感覚。ビューティフルゴールですよ。残り6秒です。あ、まだある。1対1になりました。6秒。48歳。満身創痍、満身創痍。6秒、とりあえずは入る。これ毎日やったら相当すごい。痩せますよ。よし、よし。変な方向見ちゃって。残り6秒。本当だ。よし、よし。もう声も出ねえ。みんな死んでる。かっぽい。かっぽい。ということで、第1戦目は、川口プロデュース1点、はい、チーム越し1点。よっしゃ、引き分けということで。あ、これはありがとうございました。ありがとうございました。ノーサイズですね。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りました、お互い。じゃあこれきつい。ちょっと休憩、ちょっとね、ちょっと休憩は、ちょっと、ちょっとだいぶ休憩します。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アクションお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きます。よいしょ、スタート。